そうそう、カード資料手切りますよ。僕今日2回も、いや今日はカードじゃなかったですけど、あの切り口のあれで血が出ました。でもそこで学ぶんですよね。気をつけないといけないっていう、気をつけないと怪我するよっていうやつですね。ということで、まあ、最初1人くらい持って行って、今日は1枚資料で梶田先生のノーベル賞のあれもあります、丹生とかありますけど、丹生って東大の広報誌の名前、丹生って言うんですけど、もう広報誌あれ1週間に1回か2週間に1回か1ヶ月に1回ぐらいですか、もう毎月毎月、まあ薄いですけど出してくれてね、あれが東大の玄関にある、玄関っていう入り口になって誰でも取れるようになってるんで、別に東大生だけじゃなくてそこでちょっとした勉強になるっていうのがいいですから、まあ、東大の資料は広報室に行けばあるんですよ、あっちの医学部方面の入り口の方に広報室、まあ東大図書館とかいっぱいありますよ、図書館に行けば、図書館に東大の工学部の図書館とか行けばいっぱいあの溢れてきた本がいっぱいあるんですけどね、もうあれを拾うともうねあれになりますよ、もうまあいいんですけど、まあ僕ももらいたいですけど、時々医学部にも本が出てきて、ということなんですけど、まあそれでまあまず田町の駅前にやって、田町の駅前に3分4分の1ぐらいやって、それでキャンパスイノベーションセンターに4分の1ぐらい上げて、いや違うか、まあ いっぱい上げて、それで大崎に3分の1です、大崎、新宿、池袋で1枚紙を置きました最初、それで時間が、ほんで池袋に着いたんですよ、そして池袋で何やったんですか、お金がもうなかったんですよ、もう150円くらいしか、本日で何しようかと思ったら、ブックオフに行ってみたら、あの内科の腎臓のとかの本が150円であったから買ってしまったんですよ、買ってしまったらもう最後山田電機に、あの近畿ツーリストと山田電機に行くしかないっていう、また近畿ツーリストの近畿ツーリスト の女子の女性社員が、まあ見た目が美しい人でね、僕はちょっと惚れてしまいました、ね、ちょっと美しい人で、こういうことをすぐに口にするという私、近畿ツーリストに見に会いに行ってほしいですけど、綺麗な人ですけど、近畿ツーリストって言ったら昔からお世話になってましてね、ねえって、僕ねえをつけるのがちょっと癖ですから、ね、なんとかですねって、これが慣れ慣れしいという噂があるという、近畿ツーリストって昔徳山駅の近くにあって、僕が初めて馴染みのまあ JR を除いてですけど馴染みのあの旅行会社ですよ、昔は家族旅行頻繁に夏休みとか行ってましたけど、そういう時にいちいち徳山の近畿ツーリストに行って、母親と一緒にあれだ、行く、母親と家族で、家族旅行は近畿ツーリストです、で手配してもらうというね、あれを
旅館とか、まあ、ツアーとかあまりなかったですけど、旅館の手配、わざわざ近畿ツーリストに頼むという、そこから近畿ツーリストは馴染みがあって、だから近畿ツーリストは親近感があるんですよ。昔から東京までは僕は初めてお世話、あの幼少時代近畿ツーリストは小学校の時は徳山の、あとその後野村証券に行ったし、ね、母親が武田の株を買うっていう、まあ、買うのは武田の株ぐらいですかね。それで近畿ツーリスト、近畿キッズ、薬で飲み合わせちゃいけないのは近畿って言うんですけどね、近畿キッズ、堂本光一さん、堂本剛さん、あ、ギャンブルの堂本とは違いますけど、博打の堂本とか違うんですけど、堂本さんのフラワーっていう、近畿キッズのフラワーっていう歌がある、僕らはっていう歌があって、あれよくカラオケで一人で歌ってたなっていうのを思い出しますね。あのキャバクラの横のカラオケ屋があるじゃないですか、数年時の、あそこで近畿キッズとか歌ってましたね。大中さん、大中葉月さんって人に会ったことありますけど、住んでるの友達の隣に住んであったり、まあいろいろありますよ。僕ホームレスのあのボランティア活動をやってたんですけどね、その時あのホームレスじゃない、ホームレスっていうかちょっと出稼ぎに来てきた若い村上さんっていう人と、村上さんっていう人と親しくなって、村上さんとカラオケ行きましたけど、あそこで村上さんとホームレスじゃなくて、なんか出稼ぎで、ちょっと出稼ぎで秋田から来て、まあたまにホームレスになるって言ってました。たまにホームレスになる、秋田が冬雪国の人って出稼ぎ来るんですよ。これで泊まる家がなかったら、ちょっとホームレスとか頻繁になるという、でまた帰って行ったりするんですよ。無人駅とかありますからね、あの辺安い電車で知らせんで、ただで降りるとかできるんじゃないですかね。仙台まで行ったことありますけど、仙台まで130円で行ったことありますけど、降りないで。車掌さんも来ないですからね。ああいうの、なんていうの、検察っていうのか、検察って、切符を検査しに来ること、検察っていうらしい。あの、警視、あの検察官じゃないですけどね、あの そんな感じのもあるらしい。僕一回あのと新潟まで130円でちょっとあの改札出ない行こうとしたら、検察犯罪じゃないと思います。警察の人さえいなければ、改札でなければ130で行けるという。で帰ってきて、で板橋の駅の JR の人にどこまで行ってきたんですかって問い詰められて、いやそれは言えません、かたくなに拒否したら、それじゃあ何百円でいいですって言いました。時間であれあれなんですよ、24時間以内ならいいって書いてあったんですけどね。でも遠くまで行って出て帰ってきてはいけませんって、犯罪ですね。キセルと同じですね。眺めを見るのがすごくいいということなんですけど、それで大崎、あそう大崎の間にある安住っていう店もありましたね、うどん屋で。ベーカーズ
ベーカーコーヒー行って、あのキャンパスイノベーションセンターの資料をあの1ページ分解して、それを分解で分けて自分が見るっていう研究、まあ、読めませんけど、ね、あそこでじっくり読めばいいんですけど、なんか読むのも線引いて昔読んでたんですけど、案の定手を痛めてやめましたけど、まあ、その前は書いてましたけど、ね、ちゃんとでも書くほど重要でもなさそうですけど、大学の近況とでも結局ああいうのが大事なんです。ああいう小さいどうでもいいことの積み重ねが大事なんですよ。それでこのどうでもいいトークにつながるんですよね。どうでもいいトークが5、6時間やるって、いや僕も5、6時間やると思えばできると思うんですけど、それちょっと拒否したいです。拒否といえば愛を拒否しないでの歌がキューピーという歌にフローナウさんの歌に似てるじゃないですか。二人しての歌、昨日なんか見て、乃木坂と欅坂の番組が12ちゃんでやってるのが嬉しくてしょうがないですね。あの欅坂の今泉さんが可愛いですね。関係ないですか。なんかあの乃木坂のなんか鹿児島から来た17歳の女の子のクイズには驚きましたけど、TPP も知らないという、まあまあそんなもんですか。僕も17歳とか、いや田舎だとね、最寄り駅まで40分って言っちゃいます。いや田舎だともうテレビしかないんです。新聞も来てるかどうかわからないです。もうしょうがないと思って、皆さんご容赦くださいよ。もう鹿児島って言ったら僕の親のふるさとの近くですから、鷹城って都の城って鹿児島の近く、ですからね、あの辺はあれですよ、鷹城のミネがあっちの方にもありました。霧島連山って爆発したのは鹿児島ですけど、あそこ唐国岳っていうのは韓国にあの竹、山の竹って書いて唐国岳っていう山があって、唐国って言うのに韓国は唐国っていうの、あの女の子グループの唐っていうのがあそこからカラって言うんですよね、韓国の。で、カラ国だけって。だけは山のあのだけだ。韓国だけしかいない、韓国人だけしかいないみたいな。多分あの辺じゃないですかね、あの、鹿児島から来た、最寄り駅まで40分。カラ国だけあたりの人なんです。だからって言って韓国人だけじゃないでと思いますよ。日本人ですよ、ほぼ。でも、霧島連山って、火山で噴火したとこあるじゃないですか。高千穂二つあるんですからね、宮崎。上の方と、海老の高原の方と。ということで、まあ、唐国、まあ、あの辺、さつまいもが取れて、今井さんのおじいさんがどうとか出てきました。新原先生のあれです。そう、吉永小百合さんのお父さんは韓国じゃない、吉永小百合さんのお父さん鹿児島出身だと思いますから、ね、東大なんですよね。東大の法学部で大蔵省のなんとかっていう吉永小百合さん知らないですけどね。東大早稲田っていうんですけど、いやー、やっぱりあれですね、なんか、秋元先生はキャンパスイノベーションセンターなんか行ってるかもしれないです。で、鹿児島の課題だよね、みんな、鹿児島大学の情報とか読んでるかもしれない。やっぱ鹿児島ラサールがありますから。優秀な人もいるんです。種子島とか、JAXA のロケットがありますから、
東大の出身の人がいっぱい鹿児島の種子島あたりに住んで研究してる、JAXA の研究してる人が多いと思うんですけど、その人たちのご子息さんたちが鹿児島ラサール行ったりするんですよ。ちなみに僕の先輩の武田の先輩の加古樹先輩って鹿児島ラサールで全国一ぐらいの成績だった。で、東大医学部に現役合格って。すごいんですよ、加古樹先輩は。その後あまり聞かないですけど、加古樹先輩。加古樹先輩、ノーベル賞取らないですかね。医者にしとくのはもったいないですよ。研究者だってノーベル賞取る。いや、テストで全国一ぐらいってすごいです。すごいですよ。何をもって全国一か知りません。模試で全国一ぐらいで、石津先輩もそれぐらい、石津さんもそれぐらいあったって聞いてますけどね。しかし、なんでそんな偏差値にはまる人がいるのかな、勉強にはまる人がいるのかなって、もう不思議でしょうがない。僕なんか全然はまらなかったよ、勉強に。それが悪かった。あの小説とかほとんどあんま興味ないんです。ダメ人間です。ダメ人間はもう殺されるまで生きるしかないっていうことになっております。為末さんがいます。ダメ人間、為末さん。為末さんがダメ人間じゃなくて、僕がダメ人間で為末って言ってる。為末さんって言ってるかもしれない。ハードルといえば森本君っていう中学校の後輩が県大会でハードルやってましたよ。森本君っていう後輩がハードルやってましたよ。どうだったでしょうかね、森本さんは。ということで、県大会のことを応援しましたね。それで、もう今日は、勝った内科の方をまだ加えて、近畿ツイストの方を、冊子を加えてやったんですけど、クラブツーリズム、バカリズムさんを思い出しましたね。クラブツーリズム、JR ですかね。しかし、あの、近畿ツイストさんとか、そんなに旅行、なんで好きなのって。今日もなんかバルセロナ、スペインのバルセロナに行く。で、サグラダ・ファルミリアを見るって言ってた前の人が言いましたけど。いや、そんな海外旅行って行きますか。いや、僕海外旅行は行きたいですけど、そこまで行きたくない。いや、旅行好きな人は旅行にはまるんですよね。なんか知らない。そんなにホテルが好きなのですから、ホテルさん。ホテルもです。ホテル好き。いや、旅行は楽しいですよ。もう。でも、そんなに好きだろうって言いたくなりますけど、旅行。いや、パソコンがそんなに好きなのって言いたくなるでしょ、僕。いや、好きなんですよ。パソコン大好きなんですよ、僕は。あんな難しいのが。まあ、人それぞれ、ね。でも、旅行が好きっていう女性は、なんかちょっと、可愛いような、綺麗なような、そんな気もしないでもないんですけど、旅行会社のあの女の社員はなんかみんな綺麗ですけど、なんでなんでしょうかね。旅行好きは綺麗なんですけど、この間あのいつもですから新宿駅に JAL のスチュワーデスさんが、羽田か成田か知らないですけど、スチュワーデスさんってあの服の周りはキャリーバッグみたいなの下げてます。すごいあれ、すごく魅力的、チャーミングというかセクシーで、もう一目惚れしてしまいましたよ、あのスチュワーデスの。あの陸上勤務か、どっちか分かりませんけどね。もう一目惚れしますね、あのスチュワーデスのさ、あの服に。紺色のスカーフなんかしちゃって。ということでやってます。それではもうそろそろ終わりたいと思います。